にちは、美術作家の松尾彩香です。私は今現在開催中の福屋八丁堀本店美術画廊で開催しております、光、木漏れ日としずくの2人展に参加しています。今回はこちらの2点の作品をご紹介します。こちらの作品はちぐさの花包みという作品で、サイズはサムホールの作品になっています。そしてこちらの作品が新色の花包みという作品で、サイズが 333mm×318mm の作品になっております。こちらの新色の花包みの方の作品は後ろが金箔で、その上にピンク色の絵の具でグラデーションを下から上に向けてかけているのが特徴になっております。今回のこの2つの作品のシリーズはどちらも花包みというタイトルをつけているんですけれども、私は今まで一輪の花でこう描くことが多かったのですが、1枚のキャンバスの中に複数の花を構成して描いている作品がこの花包みのシリーズになっております。背景のこちらの金箔の下地の部分は凹凸があるのが特徴でして、その上に金箔を重ねて、その凹凸の部分にこう絵の具が染み込む形でこう濃淡がついている背景が特徴になっております。なので引きで見た時のこのゴールドとグリーンのこの質感がこの作品の中では特徴になっております。こちらの作品はどちらも福屋八丁堀本店7階美術画廊の方で取り扱いしておりますので、お興味のある方はこちらまでご連絡よろしくお願いします。